Zip FM パ o d c a プログラム g r a m Rhyme back. Zip FM podcast p r o g l i m b i n g いんのいただき。えー、ライムクライミングのコーナー行きましょう。お題はいい上司だったんですね。はい、いい上司を使ったライムです。インは E O I、e えー。まずはツイッターから全差次ライさん。今週のライムはこちら。慎重に言葉巧みないい上司。恋なぞしたら。 泣くよご用心「慈悲に言葉巧みないい上司」恋謎したら「恋謎したら」「泣くよご用心」これはねあれですねサザンのね慈悲言葉にご用心のんかリリックをちょっともじったつもりですねやんもうが好きだよねあのラインよく言ってるよねんかリリックにも入れてましたね続いて18歳志保さん今週のラインはこちら「日曜日一升瓶持ついい上司」 潰れたうちに盗む銀行員。すげえな。いい上司からすなよ、それ。日曜日一勝便いい上司銀行員。銀行員なことよくわかったな、それが。ガチそのガチのセッやん。弱して潰してダメですよ、しおさん。そのあなんか大学合格されたみたいですよね。そうそう。おめでとうございます。続いてくそこりひえださん。今週のテーマはこちら。 いい上司でもこれだけは許さないコピー用紙で紙飛行機を何その終わり方 <laughs> 紙飛行機を点点点みたいなピー用紙と紙飛行機で踏んでるのかうんが、うん、未飛行機あ未飛行機、ねうんうん、まあそれぐらい,いいんじゃないですか、うん、うん。それぐらい許してあげてほしいなうん。続いて高橋さん今週のライムはこちらいい上司演じ疲れて死にそうに、うん、かそうこれいいね <laughs> まあいますよね死にそうになるほどってどんなうん、うん、まあでもやっぱ胃腸からくるからなんかその全ての体のあれってうん、うん、まあそうですね、うん、腸が脳みそみたいに言うもんねそう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 、えー、続いて26歳もろさん今週のラインはこちらいい上司思わずねい, <laughs> いいね,いいねこれはいい上司です、ね、これいいね <laughs> 思いいつたけど我慢してて家にに帰っ嫁さんでもやっぱ供養はしたいから嫁には聞いてほしい可愛いうかわいいねこれいいですねこれいいなほんとこれ多いお茶とかでもいいかもこれ本当よそに出しても恥ずかしくないやつだねほかのは恥ずかしいんかい続いて千代さん今週の悩みはこちら「日曜日絶対休む」と意思表示いい上司よりいい母になるかっこいい子供のなんかあるんでしょうね いいですねでもこれは部下部下がやることじゃこれ千代さんでも絶対休んで俺のライブ来てるからないい母やなえ続いて36歳隆一さん今週のライブはこちらいい上司やゆとも知らずいい調子乗りこなす俺名女っき悪いねいいですね東京03っぽいねおだてておだててね名女っ 踏んでるここはい、e、いジョッキーだとちょっとい、e、いがかぶりすぎて嫌だったのかな。いい、うん e、上司とい、e、い調子はい、e、いはかぶってもいいけど、うん、名ジョッキーはい、e、いジョッキーだと嫌だったのかな。ちょっとなんか全部い、e、いだとなみたいな。二つあるなら全部い、e、いでいいやんって思ったよ、ね。あね。か、飯田香でもよかったよね。どこに入れるの <laughs> いや、もう言いたかっただけです。<laughs> はい、はいえー。続いて27歳龍太郎。今週のラインはこちら。 いい上司、亀甲縛りの執行委員。<laughs> <laughs> どういうこと? <laughs>。よくねえだ。でも、硬そうだよね。どういうこと?。いや、なんか、こう。ああ、ちゃんとして、そうねそう,そう、そう風紀にうるさそうじゃない?あ<ー>。あの、網目が。 細かい感じで、ね、そうそうスーツの下に亀甲縛りビシッて縛ってある <laughs> でちょっとそのイメージありますよね、うん、なんか会社でむちゃくちゃしっかりしてる人ほど亀甲縛りとか好きそうなイメージあります首のとこにこうなんか縄の跡が若干残ってるみたいな、うん、いいねいい上司亀甲縛りの執行委員長何、うんね、か普通にリリックになりそうなね、うん、なるか <laughs> 俺がしたるわするんや、えー、続いて39歳玄さん今週の悩みはこちら いい上司、日々調子いい B ボーイ、陰を踏みつつ書類に応印。どういうこといい上司、日々調子いい B ボーイ、陰を踏みつつ書類に応印。<laughs> 上司が B ボーイ B, B ボーイなんでしょう。ベースの部下なんでしょう。書類に応印の応印との掛けもうまいけどね。うん、それもうちょっとね、うん、使えたんじゃないかって感じますけど。うん、応印と B ボーイ、日々調子で踏んでると。ゲンさんすごい。うんえー、続いて、ゲンさんもう一本。今週の悩みもこちら。 いい上司。ピチピチボイン、尻大きい。最高。いいですね。まあ、いい上司だな。上司がやっぱこう、グラマラスだとね。うん。仕事にもね。やる気出ますよね。活気が出ますよね。いい上司。ピチピチボイン、尻大きい。これはいい普通に、呂布さん使ってそうやね。さすがですね。え続いて40歳、坂井さん。40歳。今週のライブはこちら。いい上司。彼はナンバーワンヒップホップドリーム。不可能可能を可能にした日本人。やめろ、おい。 まあまあ、りょさんかしらね。上司みたいなもん。あ、でもよく気づいて、踏んできたね。まあ、でも、俺からしたら、確かにね。上司、みたいなもん。彼は言うな。いや、これ、うまいな。ああ、いいし。一本取られた。ね一本取られた。気づかなかった、俺らでさえ。そうっすね。え酒井さん、もう一本。今週の山、こちら。シーソーに付き合ってくれた、いい上司。やばい勢いで、チンコ打ちました。 <laughs> どっちがどっちが？何の報告やねん。いい上司がシーソー付き合うね。今回良かったな。いや難しいね。いい結構良、ね、かったぞ。うもろさんのやつも良かったし、うん、まあ龍太郎もね。龍太郎良かったね。源、うん、さんもさすがですし、源さんも両方結構いい。龍太郎のやつ良かったけど、龍太郎の良さは源さんが上書きしてるよな。 ただ、いい上司、彼はナンバーワンヒップホップクリーム、不可能を可能にした日本人、これ、盲点だったよな。酒井さんかな。酒井さんだね。酒井さん、後ろにいるジブさんだけどね。ここに気づいたのはね。これは悔しいね、ただ、ちょっといじってる感じがするのはな、あれですけど。次のお題、11月26日オンやペンの日、いいブロッコリーの日、いいチームの日、組み立て家具の日。なんじゃそれ いい船の日フランスパンの日綺麗な髪のいい艶の日なんやそれこのいいやめろやいいニーハイの日、いいニッパーの日 <laughs> 普通のニッパーの日あるんかいまあいいニーハイはなんか<で>そっちのやつだかニーハイ履いてる子どう俺はな,ないですよあないんだ、うん、やめとけって言うってこともう恥ずかしい嫌な恥ずかしさそれ、うん、ああそういや何何好きなんすかいや 好きじゃないんよでも嫌なのがいいっていうかさなんちゅうのあまあコスプレ的なことねそうそう恥ずかしいやめて勘弁してって言いながら本当に嫌かって目見て言われたら嫌じゃないですって言ってしまいそうなさ恥ずかしいいやそうそうだよ恥ずかしいのって嫌じゃないじゃんおそこは結構普通でいいかなああそうまあまあいいわ来週のお題ブロッコリーブロッコリーにするか こんなに出てきてるからね。うん、むずいよ。でも。そうですね。これは難しいですけど、ちょっと。皆さんのブロッコリー愛をね。うん、試してみたいね。ブロッコリー。まあ、ブッコロリーでもいいけど。うん、ない、それ。<laughs> ないやろ。ブロッコリーでじゃな、うん、ブロッコリーで五七五、もしくは五七五七七でライムしてください。はい。パッキャスプログラム。ライ,ムクライミング。インのいただき。